T27 は、ドイツ海軍の水雷艇。1939型。1943年4月17日収益。1943年8月フランスに進出。以後イギリス海峡で行動した。10月3日、T22、T23、T25 と共に出撃。戦団護衛中、翌4日1時過ぎに、イギリスの駆逐艦リンボーン、ウェンスリーデール。 タナットサイドウ、アルスター、グレンビルと遭遇し、戦闘となり、ドイツ軍は、イギリスの駆逐艦4隻を損傷させた。10月23日、T22, T23, T25, T26, T27 は、封鎖突破戦ミュンスターラント攻撃に出撃してきた、イギリスの軽巡洋艦カリブディス、駆逐艦、グレンビル、ロケット、リンボーン、ウェンスリーデール、 カリボンとスティーブンストンと交戦し、来撃でカリブリスとリンボーンを撃沈した。12月24日、封鎖突破戦オゾルノの護衛に出撃。12月27日封鎖突破戦アルステルーファーの護衛のため出撃。28日ビスケーワンでのイギリスの軽巡二艦、エンタープライズ、グラスゴーとの戦闘で、ドイツ軍は駆逐艦 Z27、水雷艇。 T25、T26 の3隻を失った。1944年4月25日、T24、T27、T29 の3隻はサンマロから出撃した。任務は、機雷不説と、戦護衛である。26日の2時過ぎ、敵艦隊を発見、逃走を図ったが追撃を受ける。この敵艦隊は、イギリスの K12 洋艦、ブラックプリンスと駆逐艦アシャンティ。 カナダの駆逐艦アサバス艦、ハイダ、ヒューロンである。この夜の戦闘で T29 が沈み、T24 と T27 も損傷した。4月28日30からブレストへの移動中に T24 と T27 の2隻はカナダの駆逐艦、ハイダ、アサバス艦と遭遇した。来撃でアサバス艦を撃沈したが、T27 は、 ハイダの砲撃で損傷し海岸に格座した。船隊は5月7日にイギリスの魚雷艇によって破壊された。ありがとうございます。